こんばんはこんばんはちょっと元気ないですね元気ありますよ大丈夫ですかはい、こんばんは2してね、ちょっと疲れてるんですよねそれは否めないんですけどもはいこんばんははい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、11月27日、土曜日ですねえー、この番組はえー、シーウェーブフットボールエキスパートです11月も最後ですね次からは12月ですよそういうことですはい ということで、本日も、はいえー、元気に頑張っていきます。mc のえなりまさひろです。よろしくお願いします。<laughs> そして！ えなりさん同様、と昨日から体調不良でごめんなさい、なんとか頑張りたいと思います、ちょっとね、2人でもし食べたら1枚目のカードを2枚用意してますからね、はいあね、強力な助っ人もいますので、頑張りたいと思います、アシスタント、南雲勝則です、よろしくお願いします。ということで、日本サッカー界の方もですね、J1、J2、J2。 J3、JFL、地域リーグも決勝大会などもありまして、まあ、一応すべてのカテゴリーの、まあ、リーグ戦というものは、そうですねレギュラーシーズンはみんな終了いたしました。あと残すは、ね、天皇杯、元旦に行われる天皇杯と、はいまあ、J リーグチャンピオンシップ、はい、本日もありましたけども。 そうですねライブで見てる方はいらっしゃるしまたこれから再放送で見られる方もいらっしゃると思いますも行ってまいりました、埼玉スタジアムにガンバ大阪と浦和レッズを愛する私としては悲願のクラブワールドカップ出場を目指して頑張ってほしいと思ったんですけれども今年も残念ながら。延長戦はい まで行きましたけどもね。そうですね。一対三で敗れてしまいました。はいえー、レッズサポの皆さんお疲れ様でした。また来年頑張りましょう。天皇杯もあります。そうです。まあ、はい、天皇杯ありますかね。まああとは明日も昇格プレーオフというものが J2 の方で二試合ありますね。はい。ねはい、といったような感じですね。まああと女子のなでしこの方もね、あのーはい、まだ試合はありますしね。 それから同じくリーグは終了してベストイレブンなども発表になりましたねそういったところでもう残りがね日本サッカーの方も今シーズンとしては減ってきましたけれどもちょっと寂しい感じがしませんかそうですねそんな中 J1 の優勝チーム J2 の優勝チーム J3 の優勝チームなどが決まりましたけどもなんかまあ 直近なこのニュースで、はい、なんか気になることありまししたででょうかそうかそす、ねまああのとりあえずリーグ戦が終わって、はい、まあ J リーグからいろいろなまああの観客動員など発表になりましたけれどもこ、はいえー、今年は去年よりも40万人ぐらい多いんですかね、あのー、900万人を超えるという、はい、あの大変な盛況だったという数字が出ましたね。 これはまあ賛否両論あると思うんですけれども J1、はい、が久しぶりに2ステージ制にしてそれぞれの終盤で優勝争いがあって盛り上がりが2回あったということとかあとは J2 の昇格プレーオフ争いが非常に白熱して。はいはい えー、地域地域でその不安が根付いてきたっていう証拠なのかもしれません、いろんなねいい面悪い面あると思いますけど、はい、とりあえず結果として、えー、これが現れてますんでね、はいはい、これをなんとかまた継続していただければいいなというふうに思いました今、お話出ましたけども南雲さんは2ステージ制というものは賛成ですか僕はい、2ステージ制は,、はいえー、は,は反対です。反対ですかはい やっぱりですね、もうちょっと本番でしっかりやってワン、はい、シーズンをやった後に僕の理念というのはその後にファイナル8という、はい、あの上位8チームがプレーオフをすると、はい。はい いうあのー、アメリカのプロバスケットリーグ NBA の、はいえー、システムを導入したらどうかそうすると上位8チームに白熱したモチベーションがありますし<ー>で下位も8チームかなんかを、はいえー、ボトム8とかいう名前で広角プレーオフでもやるとこれは手抜けないだろうとなるほど思うんですけどどうでしょう。はい まあそれは一つの手としてなんか、はい、おおうっていうか、はいあの、そういう手もあったかっていうように今感じましたけれども、えー、まあ個人的には、ですね、はい、まあ今まで通りに1シーズン戦って、はいあの、普通にこの1年通しての1位を決めて、はい、1>, 1年通しての最下位、はい、また高額チームを決めるっていう方が、個人的には楽しいんではないかなとそうですね王道をいく感じですね。そうですねはい 確かにあのサッカーの指揮者の方は皆さんそういう意見なんですけど今までがどうしても指揮者の方ばっかり好きな人だけが見るそれをし広げたかった、うんはい、野球ファンも侵食しようという J リーグの狙いもあったんだろうと思うんですけどねそれは少し当たったかなという気がしますけど、ねすね、結果的にお客さんが増えているっていう点では成功なのかもわからないんですけども、うん、まあ逆に言えばサッカーが詳しくない人とかは、はい、あの余計。 ややこしくて、はい、ルールっていうか、うん、この例えばなんで優勝したのにまた優勝争いチャンピオンシップやってんのっていうふうな捉え方する方もいるじゃないですか、うん、無理やりやってる感ありますよね,そうですよね結構なんか、はい、あの本当に無理くり、はい、なんか盛り上げるためにお金のためにっていう言い方はちょっとあれですけども、はい、そういうのをやってるのかなっていうふうにも思ってしまうので 1>,、うん、まあ1年間戦ってるわけですから、まあ、そこでね まあ年間一年間十位でも出てるわけじゃないですか。はい、ですからまあそ、そその通りで、素直に評価してあげてもいいんではないかなと。思いますね。そうですね。はい、まあ本当にもしこれで年間一のチームが、えー、チャンピオンシップで負けたりすると、またそういう議論も起きるのかもしれないですけどね。はいねまあ、実際、二位のチームは負けましたしね、うん、今日。そうですね。三、はい、位が勝ちましたしね。同じようにプロ野球もそういうようなプレーオフシステムを取って、三位のチームが日本シリーズで。 勝つということも十分ありましねないと言えないので一発勝負特にサッカーは一発勝負ですからねそれでよく下告上っていう言葉が出ますけどもなんかその言葉もあんまりしっくりこないというかそんなに下告してないじゃないですかあじゃえなりさんはツーステージ性否定派否定派ですねということですねこの辺もまたメールをねまたオフに向けていただきたいですよねいろんなサッカー界に関してのその シーズンの開幕がいつがいいのかとかねはい、はい、そういう意見もあるでしょうしまあ冬っていうフも一時期ありましたしね、はいうん、まあ今は春に始まってまあ冬この時期に終わるというスタイルですけどもヨーロッパとかではこれがね秋に始まりますよね,で,すねで翌年の春に終わるというスタイルになってますけども。 まあ一長一短あると思いますで、ね、その辺もね皆さんのご意見も聞きたいですね。何、ねはい、割ぐらいが賛成で何割ぐらい否定なのかっていう,うん、うん、そういうところもちょっと気になるところでありまはそんなようなことがありましたけど、はい、MC えナリさんもいろいろと。 独特の視点がありますので毎回、えなりさんの視点っていうのを楽しみにしている視聴者の方が多いと思うんですけどえこの2週間、何か注目すべきことありました前回、鹿児島ユナイテッドが J3 に上がったというニュースをお伝えしましたけども、はい、まあ今回、地域リーグ決勝大会というのがあの行われてまして、はい、まあそこの関東代表としてうるあのブリオベッカ浦安というあのチームがありまして、まあ、前は、はい。前 ライス JSC と言ったりそういう SC って言ったりそういうチームだったんですけどもあのがあの JFL に昇格いたしまして、ねえー、はいイスと青森 LINE、ねね、メール青森ですね, 2>,、はい、ですね2チームはこう上がったということでまたあの鹿児島が JFL から J2 に上がってあの抜けたところにこの2チームは加わるのでまた JFL もすごく盛り上がるんではないかなと 思ってそうですね、青森からね、またチームができたということも嬉しいですからね、八戸と。浦安には結構、J リーガー、元 J リーガーの選手も多いですし、前回、南雲さんは津波、ドーハの悲劇の左サイドバック、佐藤さんのファンだったというお話でしたけど、その息子さんもいらっしゃいますから、長男のね、冨安選手がいます次男は あの英七長野パラセロにいますから。はい、そうですね。はい。はい。津波。津波兄弟頑張ってほしいですね。はい、そうですね。のまあ、そういったところの視点をまたね。はいうん、そうです、ね。あの、息子がいるんだって。はい、ちなみに、アドバイザーですからね。津波聡さ,さん、浦安の。そうなんですね。はい。はい。うところもあるのでね。あの、ぜひ、あの、浦安千葉からまた、一チーム J リーグが。に向けて頑張ってますんで。 そこもまた皆さん注目していただけたらなと県知事も喜んでるかもしれないですね。結構、千葉県盛り上がってるスポーツはねサッカー特に高校サッカーも強いですしはい、そうですね、千葉県頑張ってほしいですね、そこの浦安の方もまた注目していただけたらなと思っております、そんな感じで僕らのほからは千葉県ゆかりの2人ですからね。 ちば言いまくってるはずなんですけども、<laughs> <laughs> 注目していただけたらと思いいいまますす <laughs> はいお願しでは、ですね本日はですねまあそんな1年間、今年1年間、終わったというお話を軽くしましたけども、はい、私たちの方うで、独自な視点で申し訳ないんですけども、J リーグを総括していこうと思っております。 これはねすごいテーマですよね。そうですね。J1、J2、J3 だけで相当なチーム数が五十チームを超えるチームがありますからね。ねはい。はい、まあそんな中でまあただ自分たちがこう喋ってても面白くないところもあると思いますので,、はい、で今日はですねまあ視聴者の皆様からですね、はい、まあこのチームを総括してほしいなとかうんこのチームどう思いますか、はい、などといったところのね、えー、メールをいただきながら、はい、そのメールを読みながら。はい 2人で総括をしていきたいなと思ってますなかなかすごいですよねなので,で本日はもう視聴者参加型な形で視聴者の皆さんも盛り上がりましょうというスタンスでやっていきたいなと思いますもうどんどんねじゃあメールをいただきたいですよね今何つか頂い,いてますけどまだあの本番中でも構いませんので、はい、ぜひあのどしどしメールをいただきたいなと思いますはい、はい メールアドレスの方南雲さん、よろしくお願いします。はい。じゃあ、読みます。えー、こちらの方にも出ております。えー、メールアドレス、cws.senjux.com です。もう一度いきます。c w s s e n j u c r o s e c o m まで、えー、どんどんメールをいただきたいと思います。お願いいたします。よろしくお願いします。はい、本日は 視聴者参加型ということで、参加し強く、あの強調させていただきますんで、もう私の街のねこのチームについてどう思いますかとかね、そうですね。どうして落ちてしまったんだとか、どうして優勝できたんだとか、まあそういった簡単なところでもいいですしね。もうなんかドキドキしてます僕は、何が来るんだろうと本当に。実際あの私たちもあのメールが来るのを今知っているので、内容はあれなんですけどね。はいドキドキですよね。 はいでもあんまりあの告知してないにもかかわらずでも結構来てますねはいただきますありがとうございますありがたいです本当にありがとうございますではじゃあ早速やっていきましょうかはい今回の時間を設けずにはい読みながらですのでねはいはいじゃあ名古屋さんからではどちらからいきますかはいあじゃあ私読みましょうはいじゃあ一つずつ行きましょうはいはいこんにちはさくらんぼですこんにちはありがとうございますはいフットボールエキスパートいつも視聴しています。 お二人に熱く語っていただきたいチームがありますレノファ山口 J3 ですねそうですね愛媛 FCJ2 そして浦和レッズそれぞれについていろいろ詳しく教えてくださいねはいそういうことなんですけどもまずはじゃあレノファ山口はいいきますはい まあレノオファー山口はやっぱり今シーズン J3 で優勝したということで、はい、まあもちろん強いということはもう多分もう皆さんご存知だと思うんですけどもあと、得点力ですね前、のこの番組で J3 特集っていうのをやらせていただいたんですけどもまあその時にもちょっとシーズン途中で番組だったんですけどもその時にも得点力はすごいですよっていう1位、2位、3位も山口ですよっていうお話を。 したんですけども、まあそのまま得点王も山口の選手ですしね。すごい得点力ですよね。一年間でチームで96点。そうなんです。はい。こんなに取ってるんです。よちなみにこう2位のゼルビアが52点。はい。ですからいかに得点力があるかというのがねわかるかと思いますけどね。はい。山口はまあその JSL 特集の時もちょっとお伝えしたんですけども、はい。すごくなんていうんですかね、自分たちのサッカーを通しているというか。うん。 あのパスサッカーをあの重点的にやっているチームなんですけども相手に引かれてても、はい、それを相手に合わせるのではなく、はい、自分たちの,この思った通り、はい、思ったとりというか自分たちのサッカーを貫いているというところがやっぱりこの勝ちにつながっている点得点を取れている点につながっているのではないかなと私は思いまして。 そうですね、はいあのー、レノハは山口は実は J3 に参入1年目なんですよね昨年は JFL で戦ってまして、えー、JFL で4位だったんですけども、はいまあ、J リーグの準会員加盟しているチームとしては最上位だったために、ね、J3 に昇格できたという。まあ 少し興奮な感じもしたんですけども、ねはい、まさかいきなり j 3一年目でこの成績っていうのは、はい、えなりさん予想はできましたですかいや正直まあ1位になるとは思わなかったですねやっぱり町田ゼルビアだったり、はい、長野パロセルだったり坂見原だったり、はい、まああと J2 から押してきた富山とか、はいはい、あの鳥取とかもい,やいますし実力のあるチームは、ね、ーもちろんいますんでまあそちらのチーム 互角でやれてれば上出来なんではないかなっていうぐらいのまあ予想で言うと6位ぐらいではないかなとは思ってたんですけどああれよあれよよとそれが、まあ、あの開幕から勝って開幕戦は、まあ、勝ったチームほかにもいくつかあって3位でしたけど、はいはい、それからずっと1位を譲らずに最後ちょっとプレッシャーかかった時期に足踏みを若干しましたけれども。そうですね 最後ままで勝ち切りましたその辺のメンタリティとかも強かったですよねチームワークがすごくいいのかなと思いますね、うん、なんか全員がこう共通した意識を持ってサッカー取り組んでますし、うん、もうみんながこうなんか楽しくサッカーをやっているというなるほどそういうところが見受けられたかなと思いますね、うん、まあ,あとはやっぱりあのキーマンで前、特集の時も挙げたんですけども、はい、まあ小塚選手というアルビレクス新潟にからレンタル移籍している選手なんですけどもね。 ある種天才的ないやあの選手は本当に、ね、あの時も言ったんですけどなんで新潟出してるんだっていうぐらいのむしろ出してるんだったら J2 とかでもいいんじゃないかなと思ってるぐらいだったんですよー去年も JFL 途中にレノハに行ってそのままあの延長して今年残ったんですけども、はい、まあその小塚選手とあと庄司選手っていうまあ町田ゼルビアに10番を背負ってた選手なんですけども、はい、小塚選手、庄司選手2人ともボランチの選手ですよね。ボランチの 機能した終盤は出場停止とか怪我とかでちょっと庄司と小塚がいない時があったんですよ。はい、でその時にやっぱちょっと敗戦したりしてましたしそそこですすかねやっぱその2人がすごく前線の得点を取る4人がどうしても目立ちますがすこのボランチの小塚選手と庄司選手というのうレノハをこなんとか牽ん引しているというか、ねはい、そういう感じがしますね。そんな 感じですか、ね、デロハンコロー勝った要因というか、うんはい、個人的にそう思いますがなぐもさんはいかかがででしょうかそうそすね確かにあのえな並さんが言ったように僕もこういきなりね J3 に上がってきて確かに今では JFL ではショートパスをつなぐ、はい、そういうスタイルのサッカーをやっていたんですけどもやっぱりサッカーって相手があってその相手 相手が格上だと自分たちは普段はパスサッカーをやっていてもカウンターにしようとか、はいろいろ考えたりするもんだと思うんですけどやっぱ山口県の気質というんですかねやっぱ明治維新で日本を動かしたその。 幕末の獅子のその気風というか風土がレノハ山口にもあるというかもう決して臆することなく自分たちのスタイルを貫き通しましまたよね失点も,も確かにあの多かった部分多少はあるんですけれどもそれ以上にやっぱこうパスサッカーでビルドアップもしくはそのショートカウンターですねその辺を使って点を取りに行くスタイルを。 やっぱりずっと貫き通したというところがすごいなと山口県民すごいなと監督が本当にすごいですよねぶれなかったっていうところそうですね、上野監督。新潟とかでいろいろ指導歴が、はい、広島ですかね、なんかありますよね。 だからそういう意味であの全員がなんて言いますかねこのカテゴリーに行って大丈夫かなっていう不安がないメンタリティにしたやっぱ監督の力っていうのも大きいかなと思いますね,すねはいまあこれから山口はまあ一になりましたんで、はい、自動的に J2 の方に来年は J2 ですね上がりますけども、ねはい、まあ J2 に上がってレノハは通用すると思いますかそうですね僕はえっと、はい 一つの物差しとして、はい、去年、あのー、J2 にあの昇格した J3 から上がったツェーゲン金沢というチームがあってそのツェーゲンが今季、あのー、J2 で非常にいい戦い方をて、はいでね、起こしてし、ねはい、J3 のレベルが決して低くないっていうところをね、えー、金沢が見せてくれたので、はい、あの去年の金沢と比べて今年のレノファは、まあ、それ以上の。 まあ総合力はあるなと思いますので,、はいでまあ、もちろんこれから補強とかいろいろ必要になってくると思いますし J2、はい、の方がまあ試合数が多かったりとかフィジカルの面の強化とかは必要になると思いますけれども、えー、ブレずにです、ね、このスタイルを貫き通していけば僕は面白いんじゃないかなと思います。J2 のチチーームムは案外こう引いいて守るチーム多いですから えー、当初、苦労するかもしれませんが、はい、J3 もやっぱそういうチーム多かったんでいその中でこれだけの得点を上げてきたということは J2 のさらに強固なそのリトリートしたような守備に対してどういうふうに崩していくのか、はい、それを見るのが楽しみですね,ですね、はい、特にあのトップ下の福光選手とかの想像力あふれるプレーとか岸田選手。はい が去年は JFL で得点を今年は J3 で得点,、はい、得点をひょっとして来年は J2 でもという期待がありますよね、はい、でもなんか噂だとちょっと上のカテゴリーからのお誘いもあるという噂もありますからまあそうですねあの、はい、レンタルの選手が多いですから、はい、まあレンタルバックされないようにするというのもやっぱフロントの一つの仕事です、ね。 ではあるかと思いますね、はいまあ、私はやっぱりあの小塚選手を残せるかっていうところが1つの鍵だと思ってるんですよねまあ新潟は今回、監督変わりますんで、はい、まあ柳下監督の時に出した選手だったので、はい、まあ監督が変わるのでここでまたまあ活躍もしましたし、はい、新潟としてはまあボランチも1つの補強ポイントでもあると思うので、はい、そこで戻してしまう可能性もあるのでねそこをどうしていくのか。 大塚選手と山口はきつくなるんではないかなと思うんですが岸田選手もレンタル完全移籍ですね。あとは愛媛 FC からの大選手とかですかねあとは個人的にはキーパーですかね市森選手っていうはキーパーなんですけどちょっと、すごい特別悪いというわけではないんですけどが J2 を戦う上である であればもうワンランク上のキーパーの方がいいのかなっていうちょっと個人的な意見ですかね。なるほど。はい。はい。まあそこの補強がうまくいけば十分 j ェスも戦えるんではないかなと。思っております。まああのレノファ山口。はい。ええー、それからこの後愛媛 F. C. という話がありますけど、はい、まああの二チーム。はい。敬意を表しまして。はい。 僕はちょっと今日はオレンジを、着てきました。はい、たまたまじゃない。たまたま、なんですけど、今、急に思いつきました。はい。そうなんですね。はい。はい。で、他は、えっと、浦和ですか。えっと、愛媛浦和。ですね。はい、浦和からいきますか。あ、浦和はもう南雲さん専門ですか。らねいや、いいいやややもうちょっとね、今日浦和負けたんで、ちょっと僕テンションが。上がらないんですけど、まあ、今年一年を総括しますと、浦和は。 あのー、ここ数年浦レッズ夏場もしくは終盤に大失速というパターンを繰り返していましてやっぱりあの3 6 1のこのフォーメーションが非常に、まあ、走るフィジカルを要求されるということで浦、ね、レッズはまあ結構補強してるイメージがあるんですけれども。はい 実は J リーグ J1、J2 を通じて最小の27人しか選手がいないんですよね。はい、ですからあの連戦が続いたりとか暑い時期になりますとこうターンオーバーもなかなかできなかったりとかそうです、ね、結構、ペドロビッチ監督って選手固定しますしね、はい。その辺が、あのー、ちょっとつらいところがあったんですけども今年は、えー、仙台から取、はいえー、りました武藤選手が非常にフィットしまして。はい まあ武藤選手が入ったということがチームを大きくまあ変えたかなというふうに思います。はいはい、でやっぱり当初はスタートの時点ではまあ序列としてはもうそうですねツーシャドウの4番目5番目ぐらいの存在だったと思うんですけどもえ確実にやっぱりこうチャンスをものにしてえ点数も取ってえ武藤選手がいるということでまあ他の選手が非常に自由に動けるといいますかね守備とかにも献身的に動いてくれたし、はい。 武藤選手はやっぱりボール奪われたら必死に追いますよね。はい、ねそういう姿勢とかがあのー、他の選手とかにもやっぱり影響力を及ぼしてちょっとここ数年は眠ってたような感じだった、はい、牧野選手なんかも覚醒そうです、ね、しましたんで、はい、ファーストステージはえ十、ー、七戦無敗はいなんかずいぶん前のような気がしますけどね。ファースステージ自のあれなのかもしれないですけどね。はい、それも,もなんか風化した記憶かもしれないですけどつい 最近ですよねまだね。何ヶ月か前なの少し前ぐらいですからね。やっぱ17試合やって負けないっていうのはこれすごいんですね。珍しいと思います。で1年間やっても4倍ぐらいしかしてないんですよねブラレッツは。<はい S 1> でまああの優勝した優勝というか年間 <はい S 1> チャンピオンのあのサンフレッチェ広島によりも負け数は。 少ないですしです、ねえー、勝ち点も72ですかねそれはまあ、はい、クラブ史上見てもかなり高い数字だったと思いますが、まあ、広島が良かったのかもしれませんが浦和レッズもあのー、危ない、えー、のシーズンの流れで危ないところもいくつかありましたけれども、あのー、一時期ディフェンスが崩壊して、えー、4点取られたりとかいくつかありましたけども、あのー、うまくその辺持ち直して。 うん、シーズンを通してコンスタントに力が今年は出たなというふうに思います、ね、はい、はいはい、柳さんはどうですか、こうレッズを見て正直、今日は負けるんではないかと、はい、そういうラインをいただいておりました僕ははい、はい、<laughs> 柳さんがなぜかというと、はい、裏で結構大事な試合を落とすイメージがあるんです、うん、あのサポーターの方には非常に見てるサポーターの方には非常に申し訳ないコメントをし,してしまうんですが。はい そこがなんかね、その歌は愛すべき。と性本能をくすぐるようなところがあるんでしょうかね。そ,そこの大事な試合。はと、い、いうのはやはり今年も落としていたかなと。いう印象ですかね。うん、なるほど。もうやっぱり肝となるようなところ。ですね、はい。やってるサッカーっていうのはやっぱり。あのもうペドロビッチ監督も長いですし、うん、まあ広島から選手を結構抜いてますんで。はい。まあ継続的な、もうやってることは。 もうう皆さんんかってると思うんですよ選なのでそこの,その継続しできてるそのサッカーを大事なところでもっと活かせるようになればまあダントツで優勝できるんではないかなと思うので、うん、まあこの戦力でとか結構言われますけどもやっぱりそこのメンタリティーというかまあクラブ経営のね規模からすればサンフレッチよりも上を行ってると思いますんでね,そでね、はい、十分そのもっともっと。 上を行けるんじゃなああれですけどもう広島の主力をほとんど裏が持ってってるみたいなもんなんでそうですね,ですね監督から持ってっちゃいましたからね,ねはいなんでやっぱそこを勝たなければ、まあ、プライド的にもいけないと思うんでうんまあやっぱそこのメンタリティがむしゃらさというかそこがちょっといつも大事なところだけ抜けてしまっているのかなという印象ですかねうはいやっぱこう 勝負に対する淡泊さみたいのがあるっていうことですから、ねはい、一人一人の能力はあっても、はい、うんなるほどその辺がなんか、えー、広島との差みたいな感じないですか広島はあのここぞってところ絶対負けてないんですよ見てるとはい、はい、なのでやっぱその必然的に結果がついてきて、はい、まあ優勝という形になってるかなっていうのがあるので、はい、そこかなと思います ちょっと話はそれますけれども、はい、ペトロビッチ監督、はいえー、広島でもこの今のね、えー、強い広島の礎を築いて浦和、はい、も誰も監督を引き受けてくれないような岡ちゃんに断れ、はい、西野さんに断られて、はい、当時浦和サプはペトロビッチかよってかなりため息をついたんですが、はい、来てもらったらいい監督だったんで,で、ね、あの非常に感謝してるんですが、あのー、この。 にチーム共通したスリ、えー、バック三六一攻撃ボールを奪った時にはボランチが下がって、はい、フォーバックになるというようなフォーメーションというのはこれは今 J リーゴ主流になりつつありますよね。はい、これ代表に取り入れたらどうなんですかね。<laughs> どうなんですかね。まあやっぱその監督のサッカーってものありますからね。<laughs> う<ん>あの例えば今の監督がハリルホジーチ監督が三六一をやったところで。はいはい そのやり方がハマるかっって言ったらこの2チームからでもね、選抜すすればどうううででしょう <laughs> まあそうですね一時期、オシムジャパンになった当初はジェフの選手を大量に呼んで、オ <laughs> <はい S 1> シムサッカーを振動させるってこともやってましたから、<はい S 1> ジェフと浦和レッズが中心でしたよね、あのときね。そういうまあパターンもあるのかも分からないですけども、<うん S 1> そうですね、どうですかね。 あの各国の代表とかを見ても例えばドイツ代表がバイエルミュンヘンを中心にとか、はいはい、スペイン代表があのバルサー、ねはい、レアルを中心にというのがありますよね。はい、そういうことを考えるとその J リーグのやっぱり主流といいますか、えー、代表に拘束する時間が昔ほど取れない状況を考えると、はいはい、それもありなのかなというふうに思ったりしましまたそうですね、うん、でもそうするとあれですよね J リーグで頑張っている選手たちがちょっとかわいそうかなと。 その2チームばっかなるほどわかりましたはいすいません逸脱しましたはいこの2チームでちょっと時間を取っていますんで次は愛媛 FC です愛媛 FC も南雲さんが今 押してますけども、そうすいかでしかいやあのー、本当に MC は <laughs>、はい、あのー、見てて楽しいですね。はい、はい、あのいいチームだなと思います。まあ僕の場合はほとんどカエルの一平くんを見てるんですけども、やっぱ一平くんのやっぱりえっ、ー、と精神的な支柱と言いますかね、はい、それが今大きいかなと思いますね。はい、で今シーズンは J2 を、えー、5位 はい、という成績でクラブ史上初の昇格プレーオフまで行きました、えー、これはシーズン前どうなんでしょうえなりさん、全くノーマークですかねはき去年の成績はまあちょっと悪かったので,、はい、で経営の問題とかもありましたし、はい、モチベーション的にもどうなのかなと思ってましたけども、まあ、ここまでまさか来るとはここまで来た 要因というのは、はい、えなりさん的にはどういうふうに見ますか、ね、バックの安定ですかね、守備の安定、リンドー、西岡、はい、浦田、あとまあ途中から入ってボランチの小島とか、はい、あ,あと藤田っていうのもいますし、舘田、はい、ま大、あ、そこら辺の守備のところがすごくうまくいってる、はい、と,こと,ところがやっぱりあの一つの要因であるんではないかなと。 思いますしあとまあ前、前線からの守備っていうのがすごい試合見て、はい、思ったので、はい、そこの全員守備、全員攻撃というところまではいってるかどうかわからないんですけどもそういうような意思疎通というかチームでの決まり事っていうのがしっかり全員できているからここまでいったんではないかなと思いましたがそうですね、川原選手なんかもねよく守備をしますよね,すね結構バックラインまで下がって守備したりもしてましたし、うん、まあそこら辺がね上がるところ上がるで林道選手とか上がったりしてましたしね。はいはい まあ、あの関塚監督が林道選手をマークしたというぐらいですからそういうバックの選手の恐怖う、ねと、恐怖心というのもしっかり与えられていたと思いますしそこら辺がやっぱり上に上がった要因ではないかなと思いますがいかがででしょうそうそすね確かに、あのー、ラインごとにこうみんな、ね、うまくまとまって,て、はいて、えー、3バックの右側の林道選手、はい、それから、あのー、自分はあのー、途中のね 加入ですけど左サイドの内田選手、はい、あれはもう素晴らししい補強でしたね、はい、これが見事だったなと思います、はい、内田選手、本当にいい選手ですね、はい、あのセットプレーからのプレスキックコーナーキックとかもあのいろんなあの多彩な引き出しを持ってますので相手も,もい、ねはい、マークしにくかったんじゃないかなと思いますねな、ね、なんんでで清水出さかかったんですかね。うん そうですねただあの、まあ、愛媛、今頑張ってますけどもあの愛媛 FC って結構レンタルの選手多いので,で、ね、まあ内田選手もそうですよね、はい、あのレンタルバックされないように、はい、どうしてもそのレンタル先で出場、えー、機会を求めて移籍しますとそこで活躍をすると、はい、元のチームに戻されてしまうという,そう、ね、その複雑なね サポータータのの思いいっていうのありますねですからこれはもう確実に内田選手なんかはね、はい、え清水は呼び返したいでしょう,ね,そうですかね。清水は正直戦力外だったっていう話ですからそれで愛媛に行ったっていう話ですからまあそれは内田選手に関してはないかもわからないですけど瀬沼、まあ、選手もそうですし、ね、う内田選手もそうですから、はい、まあやっぱりそのレンタルバックされないということは。 やっぱどのチームも、大切になってくるんではないかなと、思いますね。そうですね、その辺はしっかり抑えて、はい、はい、また、ね、あのプレーオフは、ちょっとどうなるか。そうですね、明日またありますか。わかりませんが、はい、あのできればね、えー、上のカテゴリーまで。そうですね。はい、行って、一平んが、埼玉スタジアムに、来てくれることを楽しみにしたいですよね。姫さんったら面白いですからね。はい、あが、盛り上がりますよね。はい。はい。じゃあ、次のメール。 いはい、はい、どうぞ、えー、ラジオネームマンチキチーさんから頂きましたはい,あり,いありがとうございますえな、ー、りさんぐもさんこんばんはこんばんはー、えー、今週は J リーグ総括特集ですね、えー、総括してほしいのは J2 のヴェルディとジェフの2チームです長く J2 にいて J1 でのイメージが薄れている感じがありますがなぜなのでしょうか、えー、下部組織は決して弱くない弱くなくむしろ強くトップ昇格や 他のチームへの J リーガーを輩出しているのに疑問がありすぎて仕方ありませんお二人の意見で納得したいのでよろしくお願いいしますはい、おっしゃる通りですね、はいあのー、そう思います、はいえー、これは確かに選手としては、ね、いい選手でたくさんいますしはい、はい、名門と言われるチームですねもともとは、はいえー、古川電工という丸の内御三家の1つのジェフユナイデッド千葉と、はい、それから あのキラ星のごとくタレントを抱えた、はいえー、ベルディ川崎読売クラブですね流れを組む東京ベルディがなぜ、はい、長く J2 にいるのか、はいはい、どううなんでしょうそうですねまあベルディは、はい、今監督をあのユースの監督からトップに上げて、はい、今その若手育成というかユー,スユースの選手をこう,うまく育てていってトップで使おうというような。 流れを組んでますし、はい、今シーズン、まあ、惜しくもプレオフに行けなかったですけども、まあ、ちょっと経験不足の部分がやっぱ最終的に出てしまったかも分かんないですけども、まあ、来年、期待できるんではないかなと思います、まあ、あの選手としては、ねはい、あのいい選手が揃ってますし、はい、あのユースとかでも環境的には恵まれていると思うので、はい、あとはさっきあのえなりさんがおっしゃったようなレッズの時に言ったような。 もともとがラテン的なサッカーを志向するルーツがありますよね、はい、個人技といいますか、はい、ブラジル的なというかそういう面がいわゆる J2 のチームというのは非常に組織的に全員で勝利を目指すというかそういう戦いの中にうまく合っていないのかなという。 うんそうです,、ね、感じもしますけどね。あとはあのそのユースでせっかく育てて昇格させるじゃないですか、はい、ベルディも、はい、でそれをすぐレンタルで出したり完全で出したりって結構出すんですよ、例えば今、J1 でやってる前田選手、はい、あと高橋翔平選手高木兄弟も全員そうでしたし、はい、今戻ってきてますけども,、ええ、もうそうですしね、まあ、そういうようなこうせっかく育てたのにあのすぐ他チームに。あの あの小林選手もそうですね、岩田のあれもこう出してしまうじゃないですか。とい,い,い,いうんですか、ユースチームを軽視しすぎてるっていうか、なんかちょっとこうお金目当てですぐ選手を出してしまう、<ー>危機もあったんで、しょうがないのかもわかんないですけど、川野選手とかもそうですけど、そういったところをもう少し、そうですね、メルディーの手法とか言われてましたからね。そううういところがなんかこううまく 噛み合ってくれれば上がる今はちょっと監督がこうユースの元監督なので例えばジュニアユースユース、うん、それからトップチームの指導者の交流とか、はい、その辺の意思の疎通が他のチームに比べてあまり良好ではないためにこういう成績を招いてるとかそういうようなこともあるんでしょうかまあそうですねそこの内部まで深くはちょっとわからないので、うん、あのコメントはできないんですが、うん、まあやっぱりちょっと。 経営がやっぱりこう下り坂だったのでお金になる選手は出してしまうっていうなんかそういうの結構あったと思うんですよ、富澤選手もそうですけどね、そういうのもありましたし、やっぱそういったところなんですかね、でも今、ちょっと経営が安定しているとは分かんないですけど、前よりはいいので、そこの条件をクリアしてきてるんで、このままこう,うまく。 いけば、はい、来シーズンはまあプレーオフにはいけるんじゃあ、ちょっと、えー、来年を見ててくださいという感じですかね。と、ねはいのはまたあの、うん、サッカー的には悪くないですし、はい、見ていいたただけたらと思いますまずは経営が安定したことによって、これから長期的なビジョンで、チームが整えられるといい外国人、ねはい e、が一人、二人,人入ってくると、また変わってくるかもわからないですね。うんはい じゃあもう一枚えなりさんのご専門です、ジェフ千葉。ジェフはですね、まあ、ちょっと厳しいこと言うかもわからないですけど、はい、まあ前から言ってますけど、フロントがだめすぎるうんこれ、どこのサポーターもみんなフロント、大体攻めますが、<laughs> はい、具体的にはどの辺が一番あの問題でしょうかまあやっぱり分かっても、まあ、今回も分かって結構切ってますけど、はい、まあこんだけ J2 落ちて、 選手を取って、うん、そこそこの選手を毎年毎年集めておいた中で、はい、年々成績を下げている、まあ、去年は3位でしたけど、うん、年々下げていますし3年連続出場していたプレーオフにも出れない戦力とかそれから、まあ、その運営資金的な面から見れば、はい、自動昇格し,しなければいけないぐらいの状況ですよね。はい でそれなりの選手も揃ってますし代表選手もいますしね、うん、って言ったところでなぜ上がれないのかっていうのを毎年しっかり本当に分析しているのかと思っているんですね、うん、で、まあ、大体結構あの中堅とかベテランの選手を多く途中補強したりするんですよ、はいうん、なので全然若手が育ってないそこがまあ一つジェフが上がれないところ、うん、あと仲良し、小良しというか、まあ、練習見てもそうですけどなんか 言っている選手に対してのなんてんていうですかねなんかそこについていこうっていうあれがないというか現場が甘いというのか,覇気,うのか覇気がないというかうんなんかまあ多分お金もいいと思うんでうん、まあ、こんな言い方していいのかわからないですけど。そういうい J2 で,、ね、ではお金もいい方ですしそこそこいい選手がいっぱいいるんで楽しいのは楽しいのかもわかんないですけど千葉に、ね、あの高層マンションがあってジェフの選手がいっぱい住んでるという、はいえー、超高級マンションありますけどあいうとこに住んでるとダメですか、はいるところはどうのこうのよりも本気で J1 に上がりたいのかっていうところがやっぱ社長を含めうんそのどう思っているのかなっていうのは思いますしこれから育成していきますって言っていたにもかかわらず若手を。 今回ももうう人5人切ってますすからそうですねとりあえずなんかこう、はい、伴走行的な補強なんです、ね、そうですねんなんでまあ今回もなんか強化部あの GM が変わりましたけどもピステルからもあの連れてきましたけども、はい、まあピステルも正直お金を使って補強してる割にはいい補強が毎回できてないじゃないですかそうですねはい、はい、でそんなところの GM を取ってきて <laughs> はいあの ジェフでか良くなるのかと。うん、なるほど。思いました。今回も。なるほど。はい、やっぱ GM はどの辺から持ってくるとやっぱりいいんでしょうかや。どの辺からっていうよりかやっぱりなんていうんですかねこのチームを分かってるというか。うん。もっと、うん、なんて言えばいいんですかねまあなんか補強ポイントがずれてない人、うん、<laughs> っていうんですか。うん、そやっぱ現現やっぱり原元の補強ポイントずれてたじゃないですか。はいはいはい。守備が弱いのにフォワードばっか取ってきたりとか、うん、そういうようなチームなのに。 また同じようなそういうような人を取ってしまったらまたジェフも補強ポイントと違うところを取ってきてしまって来年も同じようなことになるんではないかなとですよまあプロ野球の編成と同じように難しいところありますよね、はい、ねなかなかね、まあ、あの背広の方は現場に足を運ばなかったりとかしますので、はい、ついついネームバリューだったりとかそういうところで選んでしまうところがありますけど、ねはい、そこはもう限界なんですよ、ジェフは。だから毎年上がれないんですよ。 もう昔の選手っていうのをどちらかといえば切った方がいいと思うんですよ。で、うん、若手を残す、はい、まあ今回、本当、佐藤翔選手、前、この番組でもね、私、押しましたけど、はい、ブラウブリッツ飽きた、はい。押しましたけども、戦力外になってしまいました、契約まま更新しませんでしたそのニュースを昨日見た瞬間に、もう来年だめだなと、うん。<laughs> もう来年もだもめで,ですね、あ<ー>分かんないですけど、うん、まあこれからすごい外国人が連れてきてし、うん、あの勝つかも分からないですけども、まあ、もし上がったとしても、すぐ落ちてしまうんではないかなと、若手が育たないですからね、うん、北詰選手なんていう大学ナンバーワンのサイドバック取ったって、全然使わないですし、うん、もうどうせ勝てないんっていうか、あの負けるんであれば、こうやってどんどん若手を使っていって、あの上に上がっていくようなサッカーをしてもらいたいなと。 私は、まあ、ジェフサポータータとして思います、はい、じゃあ具体的にジェフ、千葉 J1、はい、へどういうまずどういう戦いどういうプレをすれば、えー、いいでしょうもう負けを覚悟で、はいえー、若手の育成、はい、そして、まあ、あとはゴールキーパーの獲得、うんえー、ディフェンスラインに1人いい外国人、はい、そして真ん中中盤にも、えー、外国人そしてフォワードにも外国人この3人外国人を連れてこれたら 来年上がれると思います、はい、でもこのままのなんかこうなあなあな感じを続けるんであればちょっと厳しいかなと思いますじゃあ今期の外国人もまあ一掃してしい,いやあのネイツ選手はまあ残してもいいと思います、はい、あの素晴らしいあの活躍しました、ね、そうですねでアシストもねキャプテンでしたからあれなんですけどやっぱその そういう選手に言える監督とかコーチ、スタッフを呼んでくるべきかなという点もありますね関塚監督続投するのかまだわからないですけどちょっとそこも変えた方がいいのかなって思いますまあ、そうですね、はい、じゃあ、その辺を見守,ってっ、はい、見守っていきましょう。じゃあ続いてどうでか、はいえー もう常連さんあと5分です5分はい、えー、ラジオネーム人生爆発さんいただきました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、えー、皆さんこんばんは来シーズンから J2 に昇格する山口について質問いたします J2、はい、で来シーズンから戦う山口に今現状で最も活かせるんじゃないかと思う長所と課題の部分をご教示お願いいたします、はい、その 長所の課題の部分が現状のままであったとして、上ではどこまで戦いそうですか。また山口の選手のこの選手は注目選手だという選手を教えていただいてよろしいでしょうか。お願いいたします。山口多いですね。そうですね。やっぱりこう旬なんですね。<laughs> はい。はい、どうですか。山口はい、えー、まずちょっとい,いろいろありました。えっ、ー、とまずはじゃ注目の選手。注目はいはい。まあ先ほど言った小塚選手。小塚選手とまああと鳥海選手入れときます。はい はいそうですねもう、榎並さんに言われました、僕も小塚選手は注目です、あとはもう、J2 の得点を目指してほしい、岸田和仁選手にまた頑張ってほしいですね。そして、来年、J2 でどうでしょう、ないぐらいになれますかね、山口は。そうですね先ほどの南雲さんのお話の通り、はまれば。 府県内まで行けるんではないかなと思いますが、8位ぐらいですかね。ああ、いいところですね。南雲さんはちなみに、はいはいはい。僕も8位にします。わ <laughs>、はい、かりました。そうですね、山口はちょっと人気がありますね。すねはい、本当にでも頑張ってほしいと思います、山口というのは。いろんな意味であの 日本の中心になってきたところですし再び山口にね注目がいってる感じがしますし日本の総理大臣で一番輩排出が多いのは山口県ですから安倍総理安倍晋三さん、今のね総理大臣安倍さんで初代が伊藤博文さんですからそういった感じでラジオネーム BELIEVE さんからいただきましたははいこんんばこんばんは。 はいえー、J リーグセカンドステージも終わりまして残るチャンピオンシップと天皇杯になりましたねさてお二人に質問が2つあります1つ目は今年から2ステージ制を再導入しいいところもあり悪かった部分もあったと思いますお二人なりの感想ともっとこうした方がリーグは良くなるんじゃないかなというご意見がいただければなと思いますすでにお話しされていただいたら省いて大丈夫です2つ目は、えー、私は千葉市在住ですがジェフではなくレイソを応援しているのですがうん、うん 今年柏が上位に行けなかった原因と、来季獲得すればチーム力が上がるんではないかと思うる選手がいたら教えてください、よろしくお願いしますと。2ステージの方はちょっとオープニングの方でお話ししましょこので、省いてよろしいということだったので、省かせていただいて、はいえー、レイソルが今年上位に行けなかった原因は、どうううででしょうかそうですねあのレイソルはあのシーズン序盤、それから開幕前とか、あの結構注目して見てたんですけれども。はいはい 非常に面白かったですよ僕自身は、はい、あの結果として結びつかなかったかもしれないんですけどもあのそれこそさっきのえなりさんじゃないですけどフロントとかもうちょっと長い目で、えー、見ていただければレーソルは来年再来年飛躍するんではないかなというふうには思いました <laughs> でまた今度監督さん変わるみたいですけども、はい、まあ短絡的にね結果だけを追い求めずにまあ、もう少しこうビジョンの持った。 はい、あのそれこそレノファーじゃないですけれども、やっぱり柏のいいところというのは、やっぱりあのパスをつないでいく、流麗なサッカーにあると思いますので、その辺を、やっぱりもうちょっと突き詰めていってほしいなというふうに思いますそうですね、同じですね、はい、本当に、まあ、ネルシーニョ監督と吉田監督が真逆のサッカーしたわけですから、はい、もう少し長い目で見てあげることも必要だったんではないかなと思いましたね、はいまあ、あと、獲得すればチーム力上がるんではないかなという選手、いますか そうですね。まあ、ちょっとあんまり出したくないですけれども、興梠慎三選手なんか。いいんじゃないかなと思いますが。はい。そうですか。はい。まあ、個人的には、あの、加納健太選手をもっと使えばいいんじゃないかなと思いますね。補強よりも。うんはい。なるほど。はい。はい、まあ、あとは、ボランチのところで、やっぱ、長木選手とか。そういう選手が取れると、また、レイソルは面白くなってくるかもわかんないですね。うん。 そうですね。はい、まあ今日は本当に何が来るかわからない、はい。そう、ね、50分間ドキドキ、はい、でしたけども。たくさん、はい、メールいただきましてありがとうございます。はい。はい。またこういった企画を次回もやっていきたいなと思いますので。はい。はい。またお付き合いお願いします。お願いします、はい。では次回の放送はいつになりますか、長野さん。はい。えー、次回はもう週末になります。12月12日土曜日午後10時北千住 C ウェからお送りいたします。はい。もう来月は12月です。はい。 また来月も頑張っていきましょう。はい,はい。皆さん風邪などひかないように。そうですね。はい。えー、お送りしたのは、え、虫柳正ろと、はい、アシスタント南雲和則でした。はい、この番組は、ラウンドさんのンドでお送りしました。それではまた来月、お会いしましょう。さよなら。さよなら。